アイハラシロ10月2日から1911年1月8日は日本の海軍軍人。日本海軍の最初の登場員であり、また日本初の航空事故犠牲者とする見解もある。アイハラは、フッツ海軍士官ルプリウール、田中立愛吉と協力して、日本で最初のグライダー製作及び飛行の成功に貢献し、自らも登場した。この成功は日本における、 航空工学に乗っ取った機体飛行の最初の事例であった。最終階級は海軍隊員。現在の愛媛県松山市に生まれる。農業を営む父、愛原久米兵衛、母親の間に生まれた第四子で長男であった。松山中学在学中に父を失った愛原は海軍予備校として知られた工撃者に転じ、1898年海軍兵学校に入校した。 海兵29期の同期生には、与内三政などがいる。卒業席時は125名中89番であった。1903年1月、少尉任官。日本海軍潜水艦乗員として、最初の巡職者の一人となった、佐久松とは、相原の同期生である。翌年には、日露戦争改正を迎え、相原は、第21艇隊。 第64号水雷艇乗り組み注意として、第3回旅巡航閉塞作戦に出動し、日本海海戦時は、音は乗り組みであったとされる。ただし、極秘明治37.8年海戦史では、作戦計画に21艇隊は含まれておらず、第2軍の輸送艇隊の護衛に向かっている。また、日本海海戦時の敗員表では、第20艇隊 第64号水雷艇乗り組となっている。戦後の愛原は、水雷学校に入り、無線電信を専攻する。1909年9月には大尉に進級し、翌年同郷の岡本幸恵と結婚した。第一艦隊司令部府として、無線電信について研究を進め、陸上仮設無線電信書の有効性を説いた報告書が残っている。愛原は、 研究をさらに進めるべく海軍、大学校尖科学生を志望していたが、航空術研究を目的とした尖科学生を命じられる。愛原が航空関係に進むことになった理由として、和田秀穂は愛原の同期生であった村瀬定次郎が山本英介に愛原が気球搭乗経験を有することを伝えていたことを挙げている。山本は、 日本海軍において航空に着目した最初の人物であり空中飛行機に関する意見を山谷他人に提出していたのである。山本は陛下から愛原機関課から来年機関研究を目的に小浜片彦を選抜したのである。山谷、山本は軍令部で戦備を担当する二班の班長と班員で、山谷は陸軍と共同した航空研究を提案したが、 陸軍側は見送った。1909年当時アイハラは青山に居住していたが近所にルプリウールが住んでいた。プリウールはフッツ海軍兵学校を主席で卒業し日本への関心からその不任を望んだ人物でありまた航空に関心がありグライダーの製作を行っていた。アイハラとプリウールは葬式の中となりグライダーの製作に取りかかる。 同年8月20日と推定される日に、二人は青山学院の校庭で、グライダーの飛行実験を行ったが失敗した。8月28日には、臨時軍用気球研究会が発足し、相原は、オバマと共に委員を命じられた。この委員会は会長に、長岡外氏が就任し、委員には、田中建愛吉や日野熊蔵がおり、後に、徳川義時や金子洋蔵も加わっている。 アイハラは、海外専科入学の頃から、田中盾の研究室を訪れるようになっており、プリウールを田中盾に紹介する。こうして3人の協力による最終目標を、発動機付け飛行機開発とする、グライダー製作が始まった。プリウールが設計した機体の模型をもとに、田中盾が理論的修正を加え、風土を実験が繰り返される。11月には、実機製作が始まり、 アイハラは海軍関係の工場で必要な金具の製作などに協力した。離陸したプリウール搭乗機12月5日、一校の校庭で服用グライダーの飛行実験が行われる。アイハラ、田中立、て、そしてプリウールはまず無人の状態で人力によって試み、木は不要に成功した。ついでプリウールやアイハラが登場したが不要しなかった。 そこで見学に来ていた子供を登場させたところ、成功した。ついで、日々大助の行為で用立てられた自動車が牽引し、大人が登場した状態で試みたが不要しなかった。原因は、自動車の馬力、工程の狭さ、発動機付け飛行機を目的にしたことによる、昇降だ、方向だ、補助翼の重量像などであった。なお子供の登場についてはその場で父親に了解を、 とっている。12月9日、場所を上野市のバ池に移した実験が行われる。昇降田の位置を前方に移す改良が施され、機体は全長7.24メートル、材料は布と竹である。長岡外志らが見守る中、まずプリウールが登場し、実験が開始される。最初は失敗したものの2回目は100メートルを飛行する。 プリウールが次の飛行に成功した後、アイハラが登場した。木は20メートル上昇したが、栄光綱の一本が切裂墜落し、周囲は混乱状態になった。しかし、墜落地点は池であり、アイハラは無事であった。プリウールは、同月26日にもアイハラ、田中建立ち合いの下で実験を行う飛行に成功している。中位時代のプリウール1910年1月。 臨時軍用気球研究会は飛行機購入と商工の海外派遣を決定し、海軍は派遣商工に相原を選ぶ。相原の欧米出張は2年の間に語学研究や戦略宇宙飛行術の調査視察に従事を目的としていたのである。相原は3月19日に出発し独国へ向かう。甲冑お土産に届くした相原は国立高層気象台の初代所長で、 清掃券の発見者、リハルトワスマン定に寄宿した。アイハラは独語の習得や気象学の研究、飛行船に同乗し、操縦方法の研究を行った。プリムールとは、その帰国の途中、ベルリンで再開支給校を温めている。1911年1月4日、同乗していた飛行船が墜落し、アイハラは、その際の衝撃によって、急性腹膜炎となり、 8日に死去した。相原の死は、航空事故に起因しているが、日本航空士一般においては、航空事故犠牲者として認められていない。上位進急措置も取られておらず、相原の死因は更新への影響を恐れた、海軍省の意向で否得されたとする見解もある。相原の死を受けて仏国へ派遣され、後に、海は子育ての親と呼ばれることとなる、金子洋造は、相原について、 河国航空会のパイオニアであったと語った。相原の死の翌年、日本海軍は海軍帰国内発飛行を成功させ、1914年にはチンタを攻略戦に航空部隊を投入した。プリウールは行動艦に入門した二人目の仏人であり、柔道共犯を節約して観光し、また創意工夫の才を発揮し、 今日のアクアラングの原型など34件の発明を行った。相原の子孫は現在生を相原と読んでいるが、当時の資料では相原と振り仮名がある資料が複数あるため校舎を優先した。山本は相原小浜に軍令部出資として研究に当たらせる予定であったが、事例は海外専科学生となった。山本は相原の勇気を評価していたのである。 第2編旅順口及び日に川の敵艦隊に対する作戦第10小旅順口第3回閉塞無線電信高級シエタル事項並みに所見43年6月29日高層気象観測に関する件43年7月1日ドイツ国駐在の間研究事項につき報告の件ありがとうございます